スティーブ・マンダンダは、ザイール・キンシャサ出身で、フランス国籍のサッカー選手。フランス代表。リーグアンオリンピックマルセイユ所属。ポジションは GK。マルセイユのクラブ最多出場記録を持っている。ルアーブル AC の下部組織で育ち、2005年8月に、プロデビューすると、デビュー戦からの4試合で1点しか許さなかった。すぐさまレギュラーの座を獲得し、2005から06。 シーズンは30試合、2006から07シーズンは37試合に出場した。2007年夏のシーズンオフには、アストンビラ FC のトライアルなども受けたが、7月14日にオリンピックマルセーユへレンタル移籍した。セドリック・カラッソが膝を負傷して、長期欠場したため、政治意見の座を掴んだ。カラッソが復帰してもポジションを明け渡さず、 UEFA チャンピオンズリーグや UEFA カップで好プレーを見せて一躍ビッグクラブから注目を集める存在となった。リーグ戦では失点数こそ多かったもののグレゴリー・クペやミカエル・ランドローなどリーグを代表する早々たる実力者たちを抑えてシーズン最優秀人形賞を受賞した。2008年3月5日、マルセイユと4年契約を結んで 完全移籍を果たした。2011から12シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ、ラウンド16、インテル戦セカンドでは、ブランドンのゴールをアシストした。2016年、マルセイユを離れ、プレミアリーグクリスタルパレス FC に移籍。2017年シーズンから再びマルセイユに復帰、UEFA ヨーロッパリーグ決勝進出を助けた。また3度目のリーグアン最優秀人形賞と、 リーグアンベストイレブンに選出された。2018年12月22日のアンジェ戦で、マルセイユでの通算500試合出場を達成した。2019年9月1日のサンテティエンヌ戦で、リーグ戦、通算400試合出場を達成した。2003年から U-21 フランス代表に選ばれ、2006年に出場した UEFAU-21 欧州選手権では、 大会ベストイレブンに選ばれた。2007年には初めてフランス A 代表候補に選ばれた。2008年2月5日の今後 DR 戦にフランス B 代表の一員として出場し、弟のパルフェマンダンだと対戦した。5月27日 UEFA ユーロ2008本大会前の親善試合エクアドル戦でフランス A 代表デビューし、 他の代表 GK 候補がのきなみ調子を落としていたこともあり、本大会出場メンバーに第 3GK として登録された。UEFA ユーロ2008後にグレゴリー・クペがフランス代表引退を表明したため、マンダンダが正 GK に抜擢され、2010FIFA ワールドカップ欧州予選の初めの数試合はレギュラーを務めた。しかし、 2009年夏頃にウーゴロリスにポジションを奪われ、本大会には第 2GK として臨んだ。2014FIFA ワールドカップに臨むフランス代表にも呼ばれていたが、2014年5月17日の EA ギャンガン戦において首を痛め負傷退場となった。その後、頸椎亀列骨折で約6週間の離脱の見込みとなったため、ワールドカップの欠場が決まった。 2018FIFA ワールドカップロシア大会では第 2GK として参加、グループリーグ第3戦、デンマーク戦で先発出場したのみであったが、ワールドカップ優勝を果たした。ありがとうございます。